店舗 B の田島です。今から31年前、1992年に借地借家法が施行されて、事業用定期借地が誕生しました。主にロードサイド店舗と物流倉庫の土地活用を想定して作られた制度で、これまで大いに普及してきています。当初は契約期間が10年以上20年未満でしたが、2008年の借地借家法の改正によって10年以上50年未満となり、いろいろな形のロードサイド店舗に対応できるようになりました。事業用定期借地が誕生して約30年ですが、実はこの30年間でロードサイド店舗に出店するテナントの考え方がいろいろと変わってきています。そしてロードサイド店舗を紹介する建築会社やハウスメーカーの提案方法にもかなり変化がありました。この動画では地主、テナント、そして建築会社がこの30年で事業用定期借地の考え方がどのように変わってきて、そして2024年以降は事業用定期借地がどのようになるのかについて解説をしたいと思います。でまず事業用定期借地とは何かを簡単に説明します。事業用定期借地権というのは定期借地権の一つで、もっぱら事業のように供する建物の所有を目的とするものです。当初は契約期間が10年以上20年以下とされていましたが、借地借家法の改正によって2008年1月1日以降は10年以上50年未満に改められました。事業用定期借地は契約の更新を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再建による存続期間の延長がない、そして契約は公正証書によらなければならない、こういう特徴があります。それではこの30年で事業用定期借地がどのように変わって、そして2024年以降どのようになっていくのかについて、地主、テナント、建築会社、それぞれの立場から考えてみたいと思います。でまず地主さんの考え方です。1992年に事業用定期借地が誕生した時は、前年にバブルの崩壊があったんですけど、でまだ土地の価格は高くて、相続税対策として、土地活用を考える地主さんが多かったので、相続税効果が、あまり期待できない事業用定期借地を利用しようとする人は、それほど多くはありませんでした。でそれが2000年ぐらいになって、建築投資が不要な事業用定期借地のメリットが、土地活用を考える地主さんに知られるようになって、事業用定期借地での土地活用を希望する地主さんが増えてきました。でこの傾向は、今でも変わっていません。でまた、事業用定期借地でテナントに借地をしていた物件が、契約満了を迎えて、再契約をする、このような事例も増えてきています。で次に、事業用定期借地に対するテナントの考え方の変化です。1992年の、事業定期借地が始まった当初は、今まで、ロードサイド店舗に出店をしていたテナントっていうのは、物件を持ち込んでくれた建築会社に、匿名で工事を発注することを了解していました。ところが、2、3年もすると、建築会社から提示される工事金額が、あまりにも高いので、どのテナントも、物件を紹介してくれたという理由だけで、その建築会社に匿名で工事を発注することはせずに、歩むつもりで建築会社を決めるようになりました。こういうふうになると、建築会社やハウスメーカーにとっては、物件を紹介する意味がないので、テナントが事業用定期借地の物件を建築会社から紹介されるっていうことがほぼなくなってきます。テナントの方は事業用定期借地の物件を、建築会社ではなくて不動産仲介会社の方から、物件を紹介してもらうようになりました。でそして、2010年ぐらいから、ロードサイド店舗の居抜き物件っていうのが、多く出回るようになってきます。それまでは、ロードサイドに出店しようと思えば、新築で出店するしか方法がなかったのが、テナントにとっては、居抜き物件に出店をするっていう選択肢が現れました。テナントからすると、新築で出店するのに比べて、居抜き物件への出店はコストが大幅に下がります。こうして、テナントのロードサイド店舗への出店は、
まあ、猪木物件に流れていくんですけど、まあ、それでも事業予定希釈地で出店をしようとするテナントが今でもあります。まあ、具体的にはどういう業種かというと、まあ、出店意欲が高いコンビニエンスストアやドラッグストア、まあ、建物が特殊で、まあ、事業予定希釈地でしか出店しにくい、まあ、ガソリンスタンドやドライブスルーの店舗で、建物が完成した後に、まあ、一部転退を考える、まあ、家電量販店やショッピングモール、まあ、こういった業種が、まあ、今でも積極的に事業予定希釈地で出店しています。で、逆に、まあ、以前は積極的に新築で出店をしていた、まあ、外食店舗や靴服メガネといった専門店、まあ、クリーニング、散髪などのサービス業は、まあ、新築では出店しないで、ほぼ居抜き店舗のみの出店になってきています。で、テナント全体で考えると、まあ、事業予定希釈地の出店数は、まあ、かなり少なくなると考えられます。まあ、次に建築会社の事業予定希釈地への考え方です。まあ、1992年に、まあ、事業予定希釈地が生まれた当初っていうのは、まあ、建築会社は、まあ、今まで建築の発注者が地主さんだったのが、発注先がテナントに変わるだけというふうに考えていました。まあ、ところが、まあ、2、3年もすると、まあ、工事価格が合わないという理由で、まあ、建築上限付きの事業予定希釈地の紹介物件には出店しない、まあ、ほとんどのテナントがこのように対応するようになりました。で、一方で、まあ、年々リスクのない事業予定希釈地で、まあ、土地活用したい、まあ、こういう地主さんは増えてきています。まあ、そこで、まあ、建築会社は、リース会社と組んで事業用低希釈地の提案をするようになります。まあ、具体的には、まあ、地主さんからリース会社が借地をして、でリース会社名義で店舗を建築して、まあ、そして、まあ、リース会社が家主として建築会社が紹介するテナントに賃貸をする、まあ、こういう方法です。で、このリース会社を間に入れる方法だと、まあ、地主さんは、まあ、事業用低希釈地で土地活用ができて、まあ、テナントは、まあ、建築費を負担せずに入居ができて、で、建築会社は、匿名工事で受注をすることができる。まあ、一見、まあ、すべての関係者がうまくいくように見えるんですけど、まあ、地主さんに、まあ、リース会社から支払われる地代は、まあ、当然、まあ、建築の焼却費やリース会社の取り分を差し引かれるので、まあ、かなり少なくなります。まあ、それでも、まあ、建築会社が利益を確保するには、まあ、このリース会社を利用する方法しかないので、まあ、2024年以降も、まあ、建築会社からの、まあ、ほとんどの事業定期借地の提案というのは、まあ、リース会社からテナントに転退をするサブリースになると思われます。で、ロードサイド店舗全体の傾向を見ると、まあ、テナントが出店コストを削減しようとする考え方が、まあ、かなり強くなってきています。まあ、特に建築にかかる初期投資っていうのを抑えようとする傾向にあります。まあ、さらに、まあ、建築費の高騰という問題があります。まあ、地主さんの方も、まあ、建築投資に躊躇すると思うんですけど、まあ、同じように、まあ、テナントの方も建築投資をしない方法を考えています。まあ、2024年は、まあ、ロードサイド店舗は、まあ、ますます居抜き物件への出店が中心になってくると思われます。まあ、こうなると事業用定期借地で出店するテナントは少なくなってきます。まあ、これからもこの動画では、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。まあ、よければチャンネル登録をお願いします。で、また動画に対する質問などがありましたら、まあ、コメント欄にコメントをいただけますとコメントを返信させていただきます。まあ、概要欄に、まあ、当社のホームページアドレス、メールアドレスのを貼っておきますので、そちらの方にメールをいただいてもメールを返信させていただきます。